もしなんか。初めてのビジネスクラス。そう、旅行になりましたね。え、フルフラット。フルフラットでした。僕らの大学で足伸ばせるのマジでかいっす。新しい朝が来た、オランダの朝が。フランスだね。フランスにとって。お腹すいて。ゲラ払ってるじゃん、取ってるけど。お疲れ様。はい、はい、払ってます。払ってるね。はい、いや、あれ乗りたい。え、あれの将来欲しい、西田買って。おい、やめろお前。お前、はい、お前後輩に おねだりしてるとこ取るな。西田買って、あれ西田あれ買って。壁釣りでやってる。ケンタロウさん、おはようございます。おはよう。めっちゃいい顔してる。俺のところおはよう。一番朝キレッキレの顔してる。おはようございます。かけてみて。おはようございます。これですよ。これよ。これですよ。これよ。やっぱこれよ。プロフェッショナルはこれですよ。ケンタロさんも。ケンタロさん、おはようございます。おはよう。おはよう。これちょっとハマってるやん。これハマってるやん。まずあの初日どうですか、あの時差の方、体とか。まあ、今のところはそんなに、まあ、少しこう ふわふわした感じはありますけど、まあ、そこまで問題なくできてます。ブラジルリオの VNL まで、まあ、オランダと練習試合やって、その辺でどういったところを調整してるやつか改善して、まあ、本当に去年から得意としてる、まあ、サーブだったりスパイクっていうところはもう今まで通りこうしっかりアピールして、まあ、今シーズンはこう守備の面をこう重点的にやってきたので、まあ、そこをまあ試合でこう結果に残していければいいのかなと思います。お疲れ様でした。どうですか、初日気のついて体の具合というか。まあ、時差ボケとかはだいぶないと思うんですけど、まあ、あの長時間移動したんで体ほぐして焦らず、まあ、いい雰囲気できたんじゃないかなと思います。まず僕の長所はやっぱ安定したプレーなんで、そこは継続して大会を通してやりたいと思うし、あとはやっぱサーブをできるだけこの期間で強化したいなっていうのは思ってて、まあ、コースを狙うもそうだし、まあ、いろんな種類を打ち分けれるようにしたいなと思います。あれ、ゴー、ストップ。よし、頑張ろう。どうですか、このオランダ来て2日目ですけど、時差ボケとか。いや、時差ボケは全然なくて、あのうまく調整できてるかなと思います。
なんか具体的にどこ強化したいっていうか、あれしたいとか、そうですね、まあ、やっぱり個人的にはブロックっていうところは強化したいですし、まあ、そのオランダっていうチームは、まあ、身長も大きいチームだと思うんで、そこに対して、まあ、しっかり自分のフィーリングもこういい感じにしていけたらいいかなと思います。はい、今シーズン初めての対海外の試合なので、まあ多分苦戦すると思いますし、まあ去年の感覚であったり、いい時の自分たちのプレーを、感覚を取り戻すいいチャンスだと思うので、まあそこでしっかり感覚とか、自分たちに自信持って自信つけて、VNL ブラジルランド入りたいなと思っていますね。どうですかユニフォーム。今年のかっこいいと思う。ですよね。アシックス。ファイティング。ストップ。今シーズン初の海外試合で、はい、まあ、スタメン出場だったんですけど、はい、試合振り返ってみてどうですか。そうですね、まあ、練習でやってきたことをしっかり今日は出してたかなっていうのを思うんですけど、やっぱスパイク面でブロックにかかることがちょっと多かったので、そこを修正して、あさってのもう一回新成人あると思うんですけど、そこに切り替えて、はい、持っていきたいなと思います。ゆうきさんとかランみたいにすぐ慣れるわけじゃないので、自分の良さっていうのをしっかり前面に出して、それはディグだったりレセプションだったりっていうふうに思うので、そこで少しでもチームの誰かを楽にさせられたりとか、そういうふうに貢献していきたいなっていうふうに思います。すごい。トンテキ。ありがとうございます。すみません。二人で行こうよ。うまそう。マジ助かってるっす。いやマジで今までないから。マジありがたいです、本当に。食べれる喜び、海外に来て。嬉しい。去年とはちょっと違いますね、やっぱ。栄養考えるんですよ。マジありがたい。てか、キッチンみたいな感じで作ってくれるってありえねえからね。すごいね。あ、欲しいっす。これ行きます。うんうん、セッキーだって、かわいい。めっちゃ美味しいし、ありがたいですね、この環境。ちゃんと栄養さんが当たり前じゃないかな、うん、感謝する。今年から帯同してみて、はい、
チームの雰囲気っていうか。いや、すごい皆さんパワフルで明るくてすごく話しかけてくださいますし、すごいやりやすいです、うん、はい。海外っていろんな食事があるので、やはりその食べれなかったりとか、思いのほかなんか味がイメージと違ったりっていうところで、やっぱり体重が落ちてしまうというのが一つの一番課題になるので、体重を落とさないように最後までプレーができるように食事の提供するというのが私の任務だと思っています。エネルギー源がないとやはり最後まで戦い抜けないっていうところがあるので、お米をとにかくしっかり食べていただきたいなっていうところで意識してしてます。だいたい16合ぐらい毎食炊いてます。それも全部空になっちゃいます。そうですね、いつも空っぽで、はい、皆さん食べてくれています。うどんは基本的に消化のいい食べ物と言われていて、やっぱ試合の前なので皆さん緊張したりとかして胃腸がなかなか動きにくくなるので、試合の時はうどんをなるべく食べましょうということで言ってまして、皆さんスタッフの方が手伝ってくださるので、私一人では今はもう到底回れてないんですけれども、準備から片付けまで本当に多くの方に手伝っていただいて、今選手を支えていると思っているので感謝しています。すっごっ、このやつか、うどん、うどんの冷たいの、ありがとうございます、いただきます。これこれだよ、これこれだけよ、むずいどうか、あ、あ、どれだ、中に疑ったらもう負けだと思ってるんで、こういう出場機会をもらってるんで、やっぱその出場機会をもらった時にやっぱ自信を持って思い切ってプレーするとこだけかなって思います。もうあとは細かいコミュニケーション、コンビのコミュニケーションと、あとは最終的には戦う気持ち、全員でこう一つになれるかだと思うので、その辺をチームで、最後盛り上げて、試合に臨んでいきたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。